気象速報です。宮崎県に大雨警報が発表されました。該当エリアを見ていきましょう。宮崎県の延岡市で大雨警報が発表されています。湿った空気が流れ込むことでこの時間帯宮崎県周辺ですね、より雨の報告が多くなっております。リポートでもお伝えします。宮崎県宮崎市、降り始め20時52分ごろ5レベルで降っています。南向きのベランダに降り込んでいるので北側の踊り場から撮影しました。動画リポートでもこのようにいただきましたが、降り方が強まって豪レベルの音で降っていることが伺えます。この後もざっと強まる恐れがありまして注意が必要です。ではお天気の報告でも見ていきましょう。こちらでお送りしていきます。またですね、今の時間帯ですと宮崎県で活発な雨雲が広がっております。雨雲レーダーで見ていきましょう。この時間帯ですとお天気の報告5レベル、ザーザーレベルの報告となっておりますが、やはりこの後も同じような場所で雨が降り続く可能性があります。時間帯このように分けて見ることができますので、ぜひ今後も雨雲レーダーを使って安全な場所でお過ごしください。以上、速報をお伝えしました。